今回は、久しぶりに、WBC 関連の話をしていきたいと、思います。最近、レジェンドが大暴れしているので、WBC 関連の動画をほとんど出せていませんでした。というわけで早速本題に入ります。東京都が、現在進行形で、とんでもないことをしています。少し前から、公文書の不開示の面積が、明らかに増えているそうです。ひまそらあかね様のツイートから引用します。新しく東京都庁から開示された公文書です。それでは聞いてください。のり弁やネタをやめた。すっげー白くなってる。はっきりわかんだね。皆さんの税金の使い道は、のり弁します。よろしいか、DV の支援に使われてます。国籍も、性別も不要ですが、困難女性の DV 支援に使ってます。よろしいか。URL、東京都庁が公金で実施してる、DV 被害者補助金の公文書です。のり弁やめますの公約を、都民ファーストが削除してまで、全部にのりを貼ってる実態を、皆さんでご確認ください。見てください、交付金をいくら申請したか、誰が申請したか、公金なのに全員部のり、都民ファーストが、のり弁やめます、の公約を削除してまで、守りたい機密があるのでしょうね。なんやこれ一体、頭おかしなるで。私の確定申告も全部不開示にしていいですか、発信。どうしたんだゆり子、どうしたんだ都民ファースト、何のための公文書開示だ、これはいけません。見たいところが、ことごとく非開示なんですが、それは、これ情報公開制度の意味ある、政党のホームページから、公約を削除するとかいう、前代未聞のクソ恥ずかしい行動をとってまで、都民ファーストが隠したい事実。白塗りの下には一体何が書かれているのでしょうか。私気になります。もう公文書開示請求から、公文書不開示請求に、名前を変更してはいかがでしょうか。誰がはともかく、いくらは出しても問題ないと思うんだけどな。費用がいくらか判明すると、そこからシェルターを特定し尾行し、保護した女性を拉致する、念能力者がいる可能性があるからダメ。東京都庁の主張。おい、小池、さすがにその主張は無理があるでしょ。いろいろ頭をひねって言い訳を考えた結果、ろくな言い訳が思いつかなくて、なんとか苦し紛れに出てきたのが、念能力者理論なのかもしれません。こんなふざけた理論がまかり通るのなら、女性支援団体はかかった費用を公開しなくてもいい、ということになってしまいます。司法が正しい判断を下してくれることを期待しています。ちなみに誰かも出さないと、公金としておかしいと思いますけどね。盛りかけでピーラー騒いでたアホども、出番だぞ、使途不明金だろこれ、騒げよアホが。盛りかけ問題で大騒ぎしていた人の多くは、WBC 問題について言及していません。どう考えても盛りかけよりヤバいんですけどね。下手したら全国規模で、公金を抜くスキームが広がっていたかもしれないわけでしょ。盛りかけ問題で騒いでいた方々は、公金の不明瞭会計が許せないのではなくて、ただ単に自分たちが嫌いな人たちを、攻撃したいだけだったのでしょうか。そうじゃないならぜひ WBPC も頑張りしてください。WBPC の件は、かなり大きい爆弾だと思うのですが、なぜかマスコミも取り上げないんですよね。やはりテレビと新聞って、どちらかというと左派系のメディアが多いから、WBPC 問題をあまり積極的に取り上げないのでしょうか。WBPC と関係ない住民監査請求とかは、割と報道されています。それなのに、住民訴訟を10件も起こしている一般男性について、一切報道しないのは明らかに不自然です。団体名すら隠すとは、東京都も振り切ってますね。かつてない衝撃の白さですよ。情報は一切開示しないけど、公金はしっかり3906万、3000円申請、内閣府男女共同参画マジで潰れろ。ついに東京都は、公金事業をやってる団体名を隠す、レベルになりました。これが都民ファーストが、のり弁をやめます、の公約を黙って削除した結果です。むちゃくちゃですが、これが東京都に納めた税金の使い道です。こうなると、調べることすら不可能です。だって、団体名すらわからないんですもの。おい、市民オンブズマン、出番ですよ。お前らそれぐらいしかやることないんだろ。ほら出番だぞ早く動けよ。ほら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 。なお以前ひまそらあかね様が、コラボの件で市民オンブズマンに相談したところ、コラボさんは利益相反なので、ダメです、と断られたそうです。おい、市民オンブズマン、お前らもうオンブズマン名乗るのやめろよ。これからは市民オンズブズブマンと名乗れ。俺らの税金は、困難女性支援を名目に、公明党が利権法案を作った結果、外国人や、性自認女性の決まるぽつき男性でも、公金徴収できるようになり、それを調べようとすると、議員会館を使って、一般人を社会的に抹殺しに来ます。僕も社会的に死ぬところでしたね。埼玉県支援基本計画案には、次のような記述があります。第5、計画の内容、基本目標1、困難な問題を抱える女性への、包括的かつ、継続的な支援、法の基本理念を踏まえ、女性が抱える多様化、複合化及び複雑化した困難に対し、女性の意思が尊重
強されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた、最適な支援が受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その早期の発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の、多様な支援を包括的に提供します。高齢者、障害者、外国人や、性的マイノリティなど、多様な支援対象者についても、本人の状況に配慮していきます。モロチン、これはあくまで案ではあるのですが、外国人や性的マイノリティを対象にすると、収集がつかなくなってしまうのではないでしょうか。例えば外国人女性を連れてきて、タコ部屋にぶち込んで、税金で養いつつ、一部集中するなんてこともできてしまいます。一番意味がわからないのは、女性に限定している点です。確かに女性に対する支援は必要だと思うのですが、なぜかたくなに女性のみを対象にするのでしょうか。答えは簡単、女性が対象の法案だと、反対した人が悪者に見えるからです。部落問題と一緒で、批判する奴は悪者、差別主義者、みたいなレッテル貼りが行われてしまうのです。ここが非常に悪質ですよね。困難女性の支援を名目に、公金を抜こうとすることは、女性を馬鹿にしています。きっと共産党と強いつながりがある二刀夢野さんも、激怒するはずでしょう。きっといつもみたいに、ブチ切れてツイッターで長文のお気持ち表明をするはずです。ほらほらどうした夢野、怒らないんですか。女性が馬鹿にされてるんですよ。ここは怒るところでしょ。あと、性的マイノリティが支援対象者になっている点、いや、おかしいやろと、なんでこんな女性への支援に、性的マイノリティが対象になるんですか。性的マイノリティを対象にしておかないと、ポリコレのカスどもがうるさいというのは、理解できます。しかしそれこそ収集つかなくなりますよ。先ほどひまそらあかね様がおっしゃっていたように、外国人男性が、私は女性ですというだけで、あら不思議、困難を抱える女性になってしまうではありませんか。こんなもん、めちゃくちゃですよ。まあ実際にここまでやると、逆に炎上して大問題になるかもしれませんが、最近海外でもポリコレが行き過ぎているので、必ずどこかで反動が来ます。ポリコレに配慮した法案を作ると、そのツケを後で背負うことになるのは国民です。じゃあ例えば私が、黒人のレズビアンです。といえば、こんなん女性にしてもらえますか？私も支援受けたいんですけど、女性なんですけど。ちなみにパックスは、1年分の団体全体の経費よりも、大きい額の経費を都庁に申告していました。そのことを指摘して、会計全体が怪しいだろって指摘したら、ごき、怪しいとか言うのは失踪。立証責任は一般人の起点にある。立証ができてない。却下だ却下。とユリコが反論出してきました。ユニコは公明党がバックにいる、若草プロジェクト、ボンドプロジェクト、パックスは、公約を決してでも死守するつもりですね。コラボはステージになったのだ。そういえばボンドって、公明党と強いつながりがあるんですよね。今思うと怖くね、立証しろと言うんだったら、会計書類を全部出すべきではないでしょうか。書類にノリをペタペタと貼り付けまくっているのに、一体どうやって立証しろと言うんでしょうか。なんかもう、言い訳のしようもなくて、きっとまともな言い訳が思いつかなかったんだろうなぁ、と思います。会計士や弁護士を雇っても、完全な弁明は無理、と判断したのでしょうか。言ってることがあまりにもガバガバすぎて、裁判所も困惑してそう。もうこのガバガバな言い訳を見ただけで、いろいろお察しです。裁判所は頼むから正しい判断をしてくれメンス。住民訴訟全体で、激しい牛歩戦術が取られていたらしく、裁判が本格的に進むのは、これからになるでしょう。こういう特殊な住民訴訟って、すべての県で最高裁まで行くと、裁判にかかる費用もすごい金額になるでしょうから、ひまそらあかね様の資金を消耗させることが、目的になっているのかもしれません。堀口くんに空気を入れていたのも、もしかしたら資金を消耗させることも、一つの目的だったのかな、という見方もできますし、もろちん確証はありませんが、しかし私にはどうも、ひまそらあかね様のカンパが尽きるという光景は、想像できません。というのも、カンバラ先生が何かやらかすたびに、カンパが数百万単位で増えているからです。カンバラ先生のやらかしで、カンパが数百万増えるんですから、例えば今後、すべての住民訴訟で最高裁まで行って、本当にカンパが足りなくなった時は、ひまそらあかね様の呼びかけに応じて、それこそものすごい金額が再び集まるはずです。そして、なんとパックスの代理人弁護士は、ユリコに輪をかけて、市長立証責任は起点にある、ひまそらあかねは違法な支出の額をきっちり指摘しろ、すべての経費を金額まで指摘しろ、資料は出さないがお前に指摘立証ができるかーと言ってきてます。マジで、むちゃくちゃ。ユリコ理論やめろ。何か誤解があるのなら、ユリコが出てきて会見をして、きちんと説明すれば済む話です。しかしユリコは表で WBPC の件に一切触れず、雲隠れして、裁判で意味不明な主張をしているのです。怪しい。あまりにも怪しすぎる。怪しさビンビンですよ。おい小池、そろそろだ。裁判官から、それぞれが資料出して、会計の違法があるのか見ないとだから出してね、と言われても、詳細は出さない。どういうレベルを出すかはこちらが決める。領収書などは出さない。とか宣言していた、と聞いています。はぁ、袖かため息。このムーブ、どこかで見たことがあります。HEDD に同意せず、
在学している証拠を堅くなに出さない、堀口くんを彷彿とさせるムーブです。勘弁してくださいよ本当に、こっちは堀口秀俊一人でお腹いっぱいなんですよ。女性支援団体や東京都が、堀口秀俊と同じムーブをするとか、やめてくれメンス。まあ普通に考えて、東京都やパックスの言い分は、明らかに異常ですから、よほど司法が腐っていない限りは、大丈夫だと思いたいですが、多分ね、公明党が自民党を黙らせたから、都庁の無茶苦茶対応が最強レベルになった、都議会自民党も権威豊から、やりたい放題になった、そんな気がする。公明党はマジでこの国のガン、なんでこっちは国売までやって、開示訴訟も3件やってるのに、前よりノリがひどくなるんだよ、笑わせんなよ。公明党が自民党も圧力で屈服させて、気にすることなくなったから、全力でノリしてるだろ、もう終わってんだよ都議会もよ。東京都都議会の、会派ごとの議席数は、自民党が27人、都民ファーストが27人、公明党が23人、共産党が19人、立憲民主党が15人、となっています。東京都議会では自民党の影響力が絶大、というわけでは決してなくて、むしろ議席数自体は、他の政党と大きな差はありません。都民ファースト、共産党、立憲、公明が、都議会においては、自民党に匹敵する力を持っているという、この世の終わりみたいな状態です。頭おかしなるで、以前、川松都議が、かなり意味深なツイートをされていましたので、公明党から、都議会自民党に対して、何らかの圧力があったのではないか。という説もあります。現状では確証のある話ではありませんが、信彦部屋様のツイートから、引用します。違うんだ、今月、10月、からなんだ、自民党が屈した今月からこうなった。ああ、そういうことか、確かに先月くらいまでに取得した開示資料は、ここまで不開示ではなかったですもんね。だからここ1年ではなくて、今月からなのか、確かに、都議会の動きと一致しますね。すでに請求していて、これから送られてくる開示請求資料も、これだけの不開示は覚悟した方が良いということかオズ。続いて、暇空茜様のツイートから引用します。マジで、都庁の非開示レベルが5段階あるとして、今まで3くらいだったのが、今月から5に切り替わった。多分自民党が公明党に屈したから以外、考えられない、政敵がいなくなったから、一般人の俺はむちゃくちゃやってくるってこと。なんかね、都庁の不開示のり弁レベルが、訴えられてもいいからとにかく全部隠せ、レベルになってる。東京都の不開示の箇所が、10月から明らかに増えていることを、信彦部屋様が指摘しています。信彦部屋様のツイートから引用します。マジか、これ、団体側が記載したものすべてを、不開示にしている感じですね。比較するとわかりやすいですが、令和5年度で不開示にしている箇所、令和3年度のひな型に当てはめるとご覧の通り、薄い青の網掛け箇所、団体側が記載する箇所、ほぼすべて不開示にしていますね。不開示にしていない箇所は、事業完了年月日、実施期間の、誰でも一律に記載できる箇所くらいですね。むしろ、これをしたかったから、公約消したのかな、というくらいの驚きの白さ。こちらは、信彦部屋様による、比較画像です。左が令和3年度、右が令和5年度の、DV 交付金の申請書です。左側の、青い四角の部分が、右側で不開示になっている部分です。こうして見比べてみると、非常にわかりやすいですね。ここまで隠されると、公金の使い道について、一般人が追いかけるのはかなり難しくなります。東京都はここまでして、自分たちに都合の悪いものを隠そうとして、恥ずかしくないのでしょうか。なぜ私たちは、高い税金を支払っているのに、その使い道を調べることすら、許されないのでしょうか。税金を支払っている以上は、その使い道について、簡単に調べられるようなシステムにするべきです。ゆりりこ、どうすんのこれ。さらに、こちらをご覧ください。こちらも、信彦部屋様による、比較画像です。左側の、青い四角の部分が、右では、丸々非開示になっています。あれかな、黒のりをやめますって言ってたから、白のりなら貼ってもセーフ、とでも思ってるんでしょうか。そんなわけねえだろ、やんのかゆりこ、おん、奥様のツイートから引用します。本来、経費精算業務は、発注者が領収書などの写しを、納品させないとダメだろうな。領収書などを納品させなければ、問題の追及を回避可能となり、合法的に公金の使途を、ブラックボックスにできる。あくまで一般論ですが、やらかしたと時にまともに弁明できないのならさっさとごめんなさいするべきです。しかし残念ながら東京都庁はごめんなさいせずに全力で隠蔽する方向に舵を切ったようです。合法的にブラックボックス化できるというのがミソで、これは偶然そのような状態が生まれたのか、それとも誰かが意図してこういう仕組みを作ったのか、あるいは誰かが仕組みを悪用したのか、それはわかりません。さて次の話題です。10月27日神原弁護士によるカンパの名簿を出せという申し立ては残念ながら却下されました。笑い。暇空茜様のツイートから引用します。神原弁護士が桜ウイロー訴訟で申請した統一教会か調べるからカンパの振込履歴をすべて出せとの文書提出命令ですが、予告されていた通り本日正式に口頭で必要性がないとして却下されました。神原弁護士残念でしたね。買うところでこちらのコメントはまだでしょうか。当たり前だよな神原先生敗北。
今後は、リーガルハラスメントするのはやめてくださいね。大体そんなこと言うなら、まずコラボにカンパした人の名簿を公開しろよ。という話になってしまいますから。なお、これはフォークラの人しかわからないので説明すると、必要性なしで却下された場合、却下決定に対する不服申し立てはできません。つまり確定しました。というわけでカンバラ先生の主張の却下は確定したそうです。弁護士102人連れてきたんを、にしてもそうですけれども、もうちょっと客観視するべきというか、周りをドン引きさせるような行動を、自分から積極的にしていくのは、やめてもらっていいですか？笑い。いやー怖いですね。カンバラ先生と裁判したら、カンパに関する個人情報を公開しろとか、わけのわからないことを言ってくる可能性があるわけでしょ。これこそまさにリーガルハラスメントです。空前のリーガルハラスメントブームを作った男が、リガハラをしているという矛盾、なんだろう、自己矛盾やめてもらっていいっすか。桜ウイロー訴訟、カンバラ弁護士が、一度出すと主張した追加書面を出さなかったので、決心しました。次回、判決。あらら、どうしちゃったんでしょうかカンバラ先生。体調でも悪いのでしょうか。熱海のアッツンの判決の影響で、リーガルアウト取られそうな表現が、追加書面に含まれていたから、書面を出さなかったのではないか、という説もあります。細かい流れはこんな感じです。カンバラ、被告としては、口頭弁論終結時までに現れた事情に基づき、判断されるべきだと考えている、その部分の主張を補充する、ツイートした後、裁判してる間に出てきた事情で、名誉毀損か判断すべきだ。その書面を提出する予定だ。後日、カンバラ、やっぱ出しません。なんやねん、それ。出すのかい、出さないのかい、どっちなんだい。カンバラ先生、最近忙しいのでしょうか。25歳、自称学生の件で、いろいろと心労が溜まっていないか心配です。暇空は統一教会の回しもんだ。どっちんだが、明日な出せよ、どん。未だ無敗。あまりにも強すぎるだろ。困惑。これはイチャモンつけてきたやつも、何も言い返せませんわ。さて、次の話題です。暇空茜様の、ボンドプロジェクトに関するツイートから引用します。ボンドプロジェクト住民訴訟、小池百合子からの反論が、提出されました。なおボンドプロジェクトは、コラボやパックスと違い、訴訟に参加してません。百合子だけで戦ってます。不正というなら、その立証責任は起点にある。情報は出さない。まず立証しろ、百合子。一体何なんでしょうかこれは。追い込まれた多席志向の人は、大体最終的に、同じムーブになる説、あると思います。ゆり子、いい加減にしなさい。そんなクソみたいな言い訳を、志向が認めるわけないでしょ。いや、外れの裁判官なら、ワンチャン認めるかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。住民訴訟で地裁判決が出て、東京都が敗訴した場合、さすがにテレビや新聞でも、この件が報道されるのでしょうか。報道されると思いたいですね。補助参加して、説明を求められたら積むような爆弾が、公明党と強いつながりがある、ボンドプロジェクトにあるんじゃないですか。若草、パックス、コラボは補助参加してるのに、ボンドプロジェクトだけ、補助参加してないのは不思議です。むしろ金は一番うなるほどあるはずなので、多分一番ヤバいのが、ボンドプロジェクトのように勘で思います。ボンドプロジェクトだけは補助参加していないので、何か後ろ暗いことがあるのではないか、という説ですね。今後の住民訴訟などで、全て明らかになると良いのですが、さて、最後に、ここ数ヶ月の WBPC 関連の騒動で、気になった動きを一部、簡単に振り返ります。2023年5月、住民監査請求に関して、作成した全ての公文書を、非開示とする、という決定が出ました。明らかにおかしいムーブですよね。これ、監査ちゃんとやってるのかな。WBPC 関連での東京都の動きは、本当にきな臭いです。ゆり子。真相が気になって8時間しか眠れないので、今すぐ会見開いて説明して、そして2023年6月、若年女性支援団体等に対する事業の妨害行為等について、という PDF ファイルの作成者が、村木厚子だったことが判明して、話題になりました。ついに黒幕が出てきたのか。という感じですが、こんなところで名前が出てくるのは、さすがに草、村木厚子様が関わっているというのは、マジなのですか。現時点では確証がないため、私は半信半疑だったんですけれども、PDF ファイルの作成者が村木厚子様ということは、黒幕かどうかは置いといて、結構なレベルで関わっているということですよね。そして2023年6月、令和5年度の、東京都若年被害女性など支援事業の、補助事業者が決定しました。もろちん、コラボは含まれていなかったものの、若草、ボンド、パックスの3団体は、がっつり含まれていたため、批判もありました。やはりコラボだけ切って、WBP は何としても守る、という方針に切り替えたのでしょう。そして2023年7月、東京都の福祉保健局が廃止され、福祉局と保健医療局に分割され、再設置されました。福祉保健局は、東京都議会で追及を受けても、クソみたいな回答しかできていませんでした。
質問にまともに答える気がなくて、何度も同じ答弁を繰り返すなど、明らかに異常な答弁をしていました。福祉保健局を廃止するというのは、事前に決まっていたことなのでしょうか？それとも証拠隠滅のために、組織の再編を行ったのでしょうか？真相はわかりません。しかし一つ言えるのは、あんな不可解な答弁をしていた福祉保健局を、この時期に廃止するというのは、いろいろ勘ぐられても仕方ないということです。東京都庁の内部で、一体何が起きているのでしょうか？気になるところです。そして2023年8月、困難な問題を抱える女性への支援のための、施策の実施に関する、基本的な計画検討委員会、が開催されました。しかし参加者の中に、WBPC と強いつながりのある方々が結構います。利害関係者を招いて検討委員会を開くのは、もろ利権の匂いしかしないんですけれども、果たして大丈夫なのでしょうか？それと最後にもう一つ、2023年5月11日、ひまそらあかね様が、気になるツイートをされています。それがこちら、言えないこと多いんだけど、今週来て、都庁前期を書くなら、転換点となるような大イベントが、裏で起こってんすよね。結果は半年後くらい。裏で何か起こっているようです。楽しみですね。5月のツイートなので、結果が出るのは、11月以降になるでしょうか。こちらについても、何か動きがあれば、動画で紹介する予定です。あくまで半年後ぐらい、とのことなので、必ずしも11月中に発表があるわけではないので、注意です。まだまだ WBPC 問題から、目が離せません。大切なのは私たち一人一人が、WBPC 問題に興味を持ち続けることだと思います。公金の使い道の真実を知りたい、住民訴訟の結果が知りたい、夢のが最終的にどうなるか気になる、ピンクスキーさんが本当に黒幕なのか知りたい。理由は何でもいいです。とにかく一人でも多くの人が WBPC 問題に興味を持ち続けること、これが何よりも大事です。誰も興味を持たなくなったらそれこそ終わりです。まあ神原先生や二刀流夢野さんなどの愉快なメンバーたちが定期的にエンターテイメントを提供してくれるので、人々が興味を失うようなことは幸いにもなさそうですが、最後に自前の広告が流れます。めちゃめちゃ美味しい紅茶を紹介します。ラクシュミー、極上蜂蜜紅茶、ティーバッグの紅茶で、紅茶自体も上質で、封を開けた瞬間に、ふわっと良い香りが広がります。ティーバッグ自体に、蜂蜜が入っているので、何も入れずにそのまま飲めちゃいます。紅茶自体が美味しいですし、そこに蜂蜜の優しい甘みが加わって、たまりませんわー。暑い時期は、アイスティーでも楽しめます。Amazon の販売ページにアイスティーの作り方が、書いてあるので参考にしてください。だいたい1杯60円ぐらいです。ティーバッグの紅茶にしては高いですが、ペットボトルのジュースとかを買うのに比べたら、全然安いですよ。ペットボトルの紅茶より断然美味しいので、ぜひ一度飲んでみてください。購入はコメント欄または概要欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。